ビフカ駅は北海道中川郡ビフカ町和坂井雲町にある北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W54。電報略号は非課。事務官コードは12万1824。特急、宗谷、サロ別が停車し、かつては三行線が分岐した。ビフカ駅を中心に周囲約1キロメートル範囲を写した航空写真。 1977年度撮影。上が、輪っか内方面。国鉄型配線ホームに面ム線。駅舎横の輪っか内側に、貨物ホームと引き込み線。ホーム外側に、多数の副本線がある。駅裏は、広いストックヤードと、若松町から南町にかけて製材所が立ち並び、名寄側に引き込み線がある。駅裏の製材所のほとんどが今はない。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成開業時の所在地名に漢字を当てたもの1920年には自治体名となっている当初の読みはピューカであったがビフカ村発足後に現在の読みに改められている相対式ホーム2面2線を持つ地上駅ホーム間の移動は古戦橋を使う 美深町による簡易委託駅となっている。名寄駅管理。駅舎は美深町交通ターミナルと称し、美深町第三セクター運営の売店、美深町観光協会や観光案内所などが入居する。また、2階には美幸線現役当時の資料が展示されている。美幸線資料室が併設されている。屋上には廃止された美幸線を忍んで作られた。 みゆきの鐘があり、っか内い特急、宋夜到着時及び15時に鳴らされる。なお、みゆきの鐘は夜間は緑色にライトアップされる。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。